エミリオ・サルガーリ。エミリオ・サルガーリは、イタリアの剣撃冒険小説作家。イタリアにおける SF 小説の先駆者でもあり、その種の作品に21世紀の脅威がある。日本語表記は、エミリオ・サルガーリとも、サルガーリは、ベローナで生まれた。海軍士官になろうとするクワダテに失敗した後、彼は探検と発見への情熱を、執筆活動に向けた。彼は、 長編合わせて200以上の冒険小説を書いた。それらはエキゾティックな舞台設定と多様な文化圏からやってきたヒーローたちの物語であった。イタリア語、ポルトガル語、スペイン語を話す国々では極めて人気があるものの、サルガーリは世界のそれ以外の地域ではあまり知られていない。サルガーリの本は数百万の読者に売られたが、詳細の不足が彼を極貧のままに止めた。 彼は1911年にトリノで自殺した、イルフェリデル・カーサーロ・ロッソの表紙大衆には人気があったものの、エミリオ・サルガーリは生涯、そして20世紀のほぼ全ての間、批評家たちからは慎重に避けられていた。彼の作品が再評価され、英訳が刊行され始めたのは1990年代末期になってからのことだった。日本語には、イル・カーサーロ・ネロの一作が、 黒い海賊の台で、児童向けに翻訳されているに過ぎない。猿周りの作品は、無数の追随者によって模倣されている。イタリアの冒険文学は、猿狩り作品の延長である。ルイジ・モッタやエミリオ・ファンチェッリをはじめとする多くの19世紀末作家が、猿周りの様式を真似て、三度間の冒険談の続きを書き綴った。この様式はすぐに映画と、テレビに広まった。一例として、 偶像的なマカロニウエスタンの映画監督、セルジオレオーネが挙げられる。彼の描くアウトロー的主人公は、猿ガーリの海賊者に影響を受けている。50以上の映画が猿ガーリの小説を元にしており、さらに多くのものが彼の作品に影響されている。フェリーにも猿ガーリの愛読者であった。マスカーには50冊を超える猿ガーリを書斎に持っていた。ウンベルトエ子コもまた、 多くのラテンアメリカ作家と同様にサルガーリの作品を子供の時に読んでいた。チェ・ゲバラはサルガーリの本を62冊読んだ。ゲバラの電気作家パコイグナシオ待望2世は彼の反帝国主義はサルガリ起源だと見られると述べている。サルガーリの小説は数作が映画化されている。1920年代初頭にビターレデステファーノがサルガーリの 海賊物をはじめに映画化した。サンドカンがサンドカンザグレートやザパイレーツオブマレーシアにおいてヘラクレス的な筋肉スターのスティーブ・リーブスによって演じられる一方、レックス・バーカーはトラガリヒトトレマルイコールナイトして1955年の b 級映画ザミステリー・オブ・ザ・ブラック・ジャングルに登場した。レイ・ダントンはルイジ・カップアーノのサンドカンアゲンスト・ザ・レオパード・オブ、サラワスで サンドカンを演じることにより、役者としての方向転換を図った。後に彼は、サンドカンファイツバックのオリジナルな出演者の大半と共にその役を再演している。1976年までは、特にサンドカンのハマり役というものはいなかった。そこへ、カビール・ベディが、タイガー・オブ・マレーシアを演じて、ヨーロッパに旋風を巻き起こした。彼は、その後、1990年代末期に、 続編のシリーズでも同じ役を演じている。最後の2作は死後出版されたものである。アイデューマリナイ、編集イルフヨーレデレペル、編集アイフェリデルアリア、編集キャピタンテンプスタ、編集以上、シリーズものをリストアップした。単発ものに関しては、英語版、イタリア語版などを参照されたい。AB 横田純也編、SF なんでも、講座、21世紀の脅威。 久保浩二役、ロシアソビエト SF 傑作集巻末付録、ロシアソビエト SF の KFP351、ありがとうございます。